はい、じゃあ今日は、5種類バランストレーニングやっていきます。まず1つ目、スケートなんですけど、やり方としましては足を出した時に反対の手でタッチします。で大きく飛んで反対側にタッチ、これを繰り返していきます。でこの時に頭と足、ここを一直線にしてもらうとバランスが取りやすいです。ちょっと今日は、まず、30秒初めちょっとやってみましょう。できるだけ飛べる人は大きく飛んでください。でここでもできる人は1、2秒キープしてもいいと思います。次に、逆スケート、今やったやつの足をクロスするんですけど、こっち側に出て足をタッチで、前に出して反対の足をタッチで、また前に出して反対の足をタッチ、これも同じく頭と同じ位置にいてやっていきます。じゃあまずこれも30秒間やってみます。それでは30秒やってみましょう。頭と足の位置をまっすぐにしてキープします。結構難しいです。できるだけ足をつかないようにやってください。次3つ目なんですけど、柔道で自己体という形があります。自己体で大事なのは胸を張って90度に曲げた状態です。ここから戻して自己体に戻します。この時に頭が前に出てこうやっていくと楽になるので、しっかりと体をまっすぐにした状態でジャンプして上体、これを繰り返していきます。それではやっていきます。30秒やります。次4つ目なんですけど、ジャンプスクワットなんですけど、足を肩幅に開いてもらって太ももとお腹で手を潰します。手を潰してここからジャンプをして、この時にドスッと言わずに音がお腹が立てないようにやっていきます。これなんですけど、腸腰筋っていって、例えば踏ん張る力であったり、まあ、柔道だったら受けの力がそれで強くなります。でここから横にやってみます。膝でしっかりクッションにして止めるようになっていきます。それではやっていきます。できるだけ音を立てないようにクッションを作ります。上に高く飛びます。30秒やるのきついですけど頑張っていきましょう。最後5つ目なんですけど、マンジージャンプって言って、まあ、あの万字の形あります。これで膝をつかずにここで低い位置で足を
入れ替えます。これは、小殿筋、中殿筋、大殿筋、この辺ですね、の筋肉を鍛えます。で、あとこの時のポイントなんですけど、ここから高く上にジャンプするんではなくて、低い位置で足をここから切り替えます。このトレーニングになります。それでは、30秒間やってみましょう。できるだけ素早く足を転向します。体まっすぐいきます。今の5種類を、できる人は3セット、ちょっと秒数が30秒難しいなって人は20秒とかで見てみます。自分のペースに合わせてやっていきましょう。それでは2セット目3セット目は続けてやっていきます。はい、では今から2セット目やっていきます。皆さんもよかったら一緒にやっていきましょう。自分30秒で、間10秒でやっていきます。いきます。まずはじめスケートからです。大きく飛びましょう。頭の上に足を持っていくとバランスが崩れずに飛べます。次に逆スケートです。難しいです。次、上体ジャンプやっていきます。きつくなってくると頭が前に出がちなので意識しながらやっていきましょう。できるだけ高く飛びます。飛べてないです。ああきつい。最後マンジージャンプです。最後頑張りましょう。これが一番きついです。ああ。やば。できてるかな。ちょっと僕も5セット目。あんまりできてなかったんですけど、
休憩してから3セットやってみ、3セット目やっていきます。やば、じゃあ次は3セット目やっていきます。ちょっと僕も2、3分さっき休憩しました。でちょっと30秒厳しい人は20秒やってみてください。僕もちょっとさっき30秒最後もう小時間になってました。なんで今回はちょっと20秒でやっていきます。いきます。スケートからです。最後に止めず一番初めから飛ばしていきましょう。ちょっと間もね10秒やったんですけど用意ができなかったので15秒にしました。いきます。大きく飛びます。ポッ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 。次自己大ジャンプです。間のインターバルでちょっとだけ息を整えます。体がまっすぐになるように意識してください。次はジャンプスクワットです。いきます。だんだん止めなくなってきます。最後です。ラストワンジジャンプやっていきます。ふぅ、いきます。高さをできるだけ変えないようにしてください。やばい、これで以上でトレーニング5種目、これは下半身とあとバランスですね。今めちゃくちゃ足と全部きてます。もしよかったら2分半10分で終わります。一緒にやってみましょう。バイバイ。